生きてて何もいいことがない。ここから飛び降りて楽になろう。おい待て、早まるな。近くな、関係ないやつはほっといてくれ。おい、なんで死ぬんだよ。理由だけでも聞かせてくれ。会社をリストラされたんだよ。なんだ、そんなことかよ。そんなことってなんだ。実は俺も会社をリストラされたことがあるんだ。え、あれは3年前のことだった。え、上司の、無投げ子。全然話が入ってこない。あいつの裏切りが気になって全然話が入ってこない。何なんだあの裏切りは。おいおい、聞いてんのか。あ、ごめん。だからカール・ルイスは早いんだ。何の話になったんだ今の間。何の話になったんだ。カール・ルイス、そういうことだから死ぬな。どういうことだ。俺はとにかくこの年で再就職なんて無理なんだよ。そうか、じゃあお前の再就職先俺が一緒に見つけてやるよ。嘘つけ、関係ない。お前がそこまでしてくるわけないだろ。そうじゃない。俺の目をよく見ろ。この目が嘘をついてるやつの目に見えるか。え、いいか、俺は昔から嘘だけは。アイシャドウ塗ってる。なんでアイシャドウ塗ってるんだ。全然話が入ってこない。あいつのアイシャドウが気になって全然話が入ってこない。こいつ男だよな。なんでアイシャドウ塗ってんの。おいおい、聞いてんのか。あ、ごめん。だからエアコンを買い替えたんだ。何の話になったんだ。エアコン。そういうことだから死ぬな。どういうことだ。とにかく生きててもいいことがないんだよ。生きてたら必ずいいことあるよ。嘘つけ。あ、ちょっと待って。ああ、もしもし。何、味噌田楽か。くそー。すまん、こっちの話だ。何味噌田楽って。いい、え、何味噌田楽って。幸せって。何味噌田楽って。くそ、全然話が入ってこない。あいつの味噌田楽が気になって全然話が入ってこない。味噌田楽であんな怒ることあるか。え、どういうこと。おいおい、聞いてんのか。あ、ごめん。だからアイシャドウを塗ってるんだ。理由言ってた。うわー、聞き逃した。気になるよ。くそ。そういうことだから死ぬな。どういうことだ。とにかく生きる意味を見つけられないんだ俺は。何がおかしい。お前気づいてないようだな。あ、カール・ルイス、エアコン、味噌田楽、この3つの単語の最初の文字を並べてみろ。最初の文字。それがお前の生きる意味だ。俺の生きる意味。カール・ルイス、エアコン、味噌田楽、カ・エ・ミ・カエミ。どういう意味だおい。なんだカエミって。カエミが生きる意味ってどういう意味。ちょっと気になって死ねない。分かった、俺もう死ぬのやめるよ。そっか、もうよかった。よし、今日から俺たちは親友だ。お前の話何でも聞いてやる。俺はお前の話が聞きたい。